こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアーを始めていきたいと思います。さてですね、今回は7位のキャッツアイズ戦との公式戦です。日程は一周空くのか、だからそんなに無理をしないでもいいですね。あやか怪我ですか。美穂を入れて鬼丸とだ、節子だった鬼丸かな。とりあえず試合やりましょう。ユーナをクルビの代わりに入れます。エリカを緑代わりに入れます。他はニューダを三木本を代わりに入れて、サチコは残しときたいな。マドカを、マドカ代わりにミオを入れよう。さあ、今度はアウェーの試合です。まあ、勝率はただですね、順位が高いこともあり、上回っております。これはノーホイッスルか。まあ、この勝勝つとは言えないですよね。おっと、ここは跳ねのけた。ナーコはちょっと翻弄されてるよな。さあ、広田。さあ、そこへ三木本に上がって、三木本がと、これは外に出た。さあ、ミオがロングで誰が上がってくるんだ。気をつけろ。さあ、七子、それを三木本が反対逆サイドへ。藤尾とあっても飛び込んでくるが、これは届かない。ナイス、広田。しかし、これはインターセプトされますね。さあ、縦パス、気をつけろ。菊池、いや、なんでそこに行けるんだ。今のはちょっと消せないですね。さあ、ピンチを逃います。なかなかディフェンダーも強力になってまいりました。さあ、反対サイドと、これはノーホイッスルだ。さあ、長いパスが通ったぞ。ビエナード、ここはクリアです。さあ、そこに待ってた七子が逆サイドへ。ただですね、あ、これ外に出しましたね。一進一退の攻防。さあ、ゴール前にひょうた。さあ、エリカがユーナに生きて、あーっと、ここで前半終了です。まだ台を使えてないですね。このまま行きましょう。
さ、ディフェンダーがなかなかいいですね、この試合。ちょっと決定力に問題が。さあ、ここは、さすがね。さて、ロングパスからエリカだ。あーっと、右へ惜しい。本当に初めてのチャンスだったですけどね。ナーコ。さあ、ユーナ。ちょっとこれは、厳しいか。ディフェンダーがなかなか硬い。おっと、ちょっと待って。これで、チェンジしないといけないや。決めてかかりましょう。緑、チェンジです。ね、浦川かな。広田、美穂。美穂を変えましょう。まどかかな。まどかとさよ。たら、まあ、まどかだろうな。まどかを奈々子の代わりにするかな。みおの代わりにしましょう。さあ、これで、いきます。勝ちに行きます。おっと、しかし、あっと、流れた。ここは出ました。ちょっとピンチだったですね、今のは。さあ、まとめて、交代選手が目立ちます。さあ、夏木が出てまいりましたが。まどかが取ったが、これを大沼が取られた。さあ、縦パス、ゴール前に待ってた？と、なんとかキープするが、危ない危ない。これ意外と危ないです。外に出ました。さあ、どちらボールかな？こちらボールですね。さあ、センタリング、緑に入った選手点。ついに均衡を破れました。エリカがうまいですね、センタリング。それを緑が決めました。さあ、残る時間守りきれるか。さあ、これはノーホイッスルです。あーっと、ちょっとこれは流れた。さあ、ちょっとピンチだぞ。さあ、それをエリカが、ナナコに冷静に流します。ナナコ、ドリブルで、さあ、ここで試合終了、勝ちました。このチャンスだったんですけどね。前半は一進一退の攻防でした。両チームと守りがなかなか硬いでしたからね。そして、エリカがうまくセンタリング上げて、緑がゴール隅、左のゴール隅に決めました。ヘディングシュート。この7個のこのドリブルがうまい。素晴らしいですよね。スタミナほぼない状態でやるんですから、さすがです。課題も多くいただきました。はい、なかなか、ディフェンダーが良かった。はい、これでですね、広告を見ることにより、今回は、課題を、通常は3つなんですが、6つ、追加されました。いつも倍ですからね、非常に、なんか嬉しいです。これで2位ですね。2位に上がりました。入れ替え戦に参加できるかどうか。まだ勝ち点差1点差なんで、富山ミラージオとは。
僅差と言っていいと思います。佐世保ドックスは、まあ、残り4試合なんですが、かなり優位に立ったんじゃないかなと思います。貯金もクラーカリバーズは貯金も7に増やしましたね。多分4位以降はそんなに、4位がのトップロードナイタが5割なんで、3位以上はほぼ確定だと思います。さあ次はですね、いよいよ2回戦相手はキャピタル東京、強いです。はい、ではフルメンバーで、挑みたいと思います。それで負けたらもう仕方ないですからね。来週特訓をしまして、今週かしまして来週、挑んでいきたいと思います。はい、ご覧いただきありがとうございました。ですね、高評価コメントなどお待ちしております。ブログツイッターもぜひ見てください。説明欄にアドレス記載しております。また最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。